ビッグホーンは、かつて、イスズ自動車が生産、富士重工業が販売していた SUV である。ビッグホーンの国内におけるもう一つの OEM 車で、ある、ホンダ技研工業のホライゾンが専用グリルを用意したのに対し、エンブレムにスバルと書かれていることを除けば、本社は、イスズのそれと全く同一で、社名すら変えなかったことでもわかるようにスバルとしては、 本社の販売に力を入れることはなかった。これは 4WD を主力とする同社の乗用車は、レオーネ以来ラリーで実績を上げていることからも、わかるように基本的にアクロに強く、ユーザーがわざわざ黒感謝を選択する、必然性が薄かったことが大きい。ただし、現在のクロスオーバー SUV の性格を持っていた、レオーネツーリングワゴン及びドミンゴの生産終了後は、 しばらくスバルに、自社製 SUV 不在の状況が続き、レガシーグランドワゴンを経て、フォレスターが登場することになる。なお、日本の自動車市場を同じ社名で他社から OEM 供給を受けた例はこのビッグホーンの、例以後は2019年10月に、トヨタ自動車が、ダイハツ工業が製造する、ダイハツコペンの供給を受けトヨタコペンとして、発売するまで存在しなかった。 1988年11月、イスズ自動車からの OEM 供給により発売。RV ブームの中、ラダーフレームを必要とする黒間車の開発が間に合わず、急ぎ商品構成に加えるために登場した。車体は、ロングボディとショートボディの2種、駆動系統は 2800cc ディーゼルターボの5速、MT と4速 AT が設定されていた。なお、グレードは、 イルムシャーのみだった。1992年、イスズでのモデルチェンジに合わせて2代目に、移行 3200ccDHC ガソリンと 3100cc ディーゼルターボの5速 MT ないしは4速 AT となる。全グレードが、ロータスのチューンモデルとなる。1993年、イスズとの OEM 契約が満了したことで、発売終了となる。ありがとうございます。